松江さん、中国武術なかなかいいですよね。いや、あのね、現代ね、中国が何かと世界中からね、つまはじきにされてますけども、まあそれはそれとして、私純粋にですね、民族や国境を越えて一つの芸術とか歴史文化、そして人々の営みとして考えた時って、中国にもなんかいろんなね、尊重すべきルーツがあったりとか、愛すべき人がいるんだなとは思うんですよ。だから余計にね、国の思想などで争い合ったり、土地を取り合ったり、まあ憎しみ合ったりとかね、なんかなくなったらいいのになと思うんですよね。まあそれを込みでもやっぱ乱暴ですね、なんとなくね、中国っていうのはね。まあそんなことはいろいろね、話すとまた難しい問題になっちゃいますけども、今回中国武術についてちょっとね、私なりの考え方をお話したいと思うんですよ。大体中国武術っていうのは前漢後漢って言って、漢の時代に、中国が漢という民族によってまあ立ち上がった時に、まあ護身用の技として出来上がったらしいんですよね。でその後いろんな武術に分かれていって、その一つがカンフーであり剣法であり、南派北派って言ってね、南の方北の方っていうふうに分かれていって、今ではもう無数にあるということです。そしていつの間にかこの武術ってのは健康法とか技の美しさを競うような戦いではなくてね、別のものになっていったという経緯があるようなんですよ。で、まあ漢の時代っていうのはだいたい紀元前206年ぐらいから始まるわけなんですよね。それから15年ぐらいですかね。まあこんなところは歴史の教科書に学んでいけばいいと思いますけども、だいたい最初は大きな中国大陸陸続きなんで、どっからどこまでが誰の国ですよって明確な線引きがなかったんですよね。だからこそ、明確な線引きがなかったからこそ、当時は少数民族、数千人から数万人の民族の国というかね、そういったまあなんとなくの縄張りがあちこちに点在してたと。でちゃんと線が引いてなかったんで、ここ俺の陣地だよ、ここ俺の陣地だよみたいな感じで、ね、小競り合いが多かったんですよね。まあですんで、まあちょっと切れちゃいましたけどね、周りの都市国家をさあ、まあなんて言うのかな、征服していってっていうところがあったのかなと思います。それがなんとなく大きくなってきたのが、まあその漢という国がね、まず前漢っていうのができたのかなと思いますけども、これは私ね、いろいろとね、思うところがあったんですよ。だいたい中国っていうのは漢民族がルーツであり、漢民族であることが一番だとされてるんですよね。まあそうなると、我が民族が本当の漢民族だっていうふうに主張する人が出てきたり、うちの先祖はもともと漢のこういう人だったんだよっていうふうにみんなが言い出すんですよね。それこそ本当は違う民族であったはずなのに、それをなかなか誇ることができないから、まあいろいろと考え方をこう、漢からルーツがあったんじゃないかなっていうふうに、まあ、考え始めるっていうのはまあ無理からのことかなと。こういう現象っていうのはね、まあ世界中で似たようなことがあるんですよ。まあ例えばね、まあ、そうですね、どこだっていうか、メキシコですね。メキシコのユカタン半島ってところでも小さな都市国家がたくさん乱立していたんですよね。でそこは積極的に戦争するというよりも、宗教儀式の一つとしてお祭りのような戦争があったんですよ。で石を投げてね、陣地を取り合うみたいな感じだったんですけども、そこでの捕虜っていうのはむしろ名誉としてですね、生贄として捧げられるという、まあ、宗教行事だったらしいんですよ。まあ、ですので戦闘技術はそこまで発達しなかったということなんですけども、まあ後々ね、これは統一されてしまうということになりますけどもね、まあ、そういった形で日本でもルーツは小さな国がたくさんあって、そしてね、歴史書には大和民族が大和の国を平定したって書いてますけども、実際に平定していたのかどうかは分かりません。というのが、当時も小さな民族がたくさんあってね、それから縄文式土器っていう、縄文時代ってありましたけども、あれはね1万4000年ぐらい前からあるんですけども、単なるあれは縄文式土器、土器に縄文模様ですよね、縄を押し付けて、まあ、作った模様がある土器が出土されていたから、そういうふうに言われてるわけであって、
実際には誰がどういう勢力地で治めていたのかってことは分からないんですよね。だから歴史ってのは無数に解釈が存在して、どれも肯定しきれないし、どれも否定しきれないっていうところがね、なかなか面白いところですね。その中でも現代近代の、まあ、中国っていうのは漢民族がいかに、優れていたか、世の中を正しく平定したかってことをどんどんね、美化とともに作り上げていく。それがいずれ本当の歴史になっていくというね、真実とは関係なくですね、なっていくんだろうなと。そして未来に、まあ、目を向けた時に、ゆくゆくはこの世界を漢民族で統一するみたいなね、そんな流れになってきたのかなと思いますよね。まあ、いろいろと考えすぎると、これは私の妄想でもあるんですけども、いろんなね、規約に触れるかもしれませんので、最近私はね、結構敏感になってるんですけどね。でもまあ、中国の武術ってのは確かに技は美しくって、そしてそれはね、十分ドラマになる要素を持っていると思います。これは、本当にね、何でもそうですけども、世界中の芸術文化は、それぞれ美しくて、尊いもんだなと思いますね。そして、その裏で、失われてしまった、そういった文化や歴史や芸術もあったんだろうなと思うばかりでございますね。いやー、今回ね、こういった感染症の時代に、いろんな催し物とか、習い事とか、舞台とか、こういったものがなくなっていますけども、今までも、いろんな状況でね、戦争ですとか、飢餓とか、その他の問題で、途絶えてしまった文化や歴史が結構あるんでしょうね。文献もなく、それを覚えてる人もいないということ。本当に歴史っていうのは尊いもんです。まあそういったことがね、垣間見えるのもカンフーなのかなと思いますね。これからね、中国武術、カンフーに限らず、あらゆる拳法、ね、そういうのを通じて歴史を振り返ってみようかなっていう、そんな記載しますね。それでは本日は以上です。